当たった。オッケー、でかいぞこれ。めちゃくちゃいくんや。なんやこれ。おはようございます。今日はこちらの川でなんだかでかいのが釣れてるという噂で、またまたスーパーカメラマンのクスマスさんと合流しました。おはようございます。結構寒い。寒いよ。ちょい寒っていうか結構寒い。なんか釣れてるってことですよね。まあそれを調査していくと、今日は治ったで、あこの間潰れてましたから。うわ、もう戦いがこう刻み込まれてますね。戦いが、うわうわうわ、おじいちゃんのかかとみたいになってますね。今回はこちらで特大魚を仕留めると。ダウの水いいね。光に当たった感じいいよね。素敵な歯型食らってますね。ここに大きい魚頭噛み寄る。おお、とおろします。赤松さんが先におろしてる。おお、旧吉野川、今日は動くかな。まずこの間ペダル踏んでも動かんかったからね。おお、お、これはぐるぐる回ってる。おお、動いた。おお、動いた。動くやん。おお。ちょっと5軒斜めだったな。5軒斜め。このエンジンのこの匂いってなかなかいいですね、これね。もう世の中もうすやからね。これね、あれ。冷えとる。おお、来た。え、コツがいる。あ、コツがいる。長年のどうすればかかるかという、なんか犬みたいですね。犬や。犬の散歩してるみたいや。これだから8時29分が満潮。8時29分が満潮。1時49分が干潮。水温14度。14.3度。例年どれぐらいなんですか。16度ぐらいはあると思う。16度。先週から2度落ちた。さあ来たよ。わっか。お。わっしょい。水門町。ここ出るとき雰囲気はいつも。これ。はい、来ましたよ。おお。もうポイント。これポイント。ここ。はい。東京湾だけではないというところをね、やりましょう。どこでも行ってまうぞと。さあ橋脚。なんかパチャパチャしてるで。ええ感じやんか。全部打ちましょう、この橋脚の並びを。一個一個。うわ、なんか餌めっちゃ映ってるし、魚探に。2メーターぐらいのとこ山盛りおる。これ、あの2メーター潜るミノーの方がええっすよね。明らかにこれ映っとるやん、2メーターに。これ、湾岸ミノー。どこなんじゃ。あ、なんかに当たった。すごいよこれ。鬼のようになんか映ってるけど、なんかシルバーのなんか飛んだ。あ、なんか飛んでる。シルバーのボラじゃない何かが飛んでる。あ、おった。おった。サイズがちっちゃかったぞ。ガチで行くと微動やな。チェイスの感じからしてシルバー系のフラッシング系の微動がいい。もう買い取った魚の顔。本日の爆釣ルアーこれです。
このレンジが合ってる。おお、来たよ。おお、来たよ。うわ、あ、バレた。めっちゃでかいの来たぞ。なんか知らんけどめっちゃでかいの来た。え、メーターとかおるんすか？95グラムだよ。マジで今めちゃくちゃでかいよ。オーケー、来た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 よ。オーケー、来た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 よ。うおお、何何何何何何何、オーケー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 、来ちゃってる来ちゃってる来ちゃってる。朝からパンパンルアー変えましたけど来たよ。 A サイズやと思われる。ノーマルです。完全にノーマル、完全にバスタックル。おーいえ、あー、綺麗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 。へい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 、よっしゃーい。ふっふっふっふー、いたー、シーバスちゃん、えーい、来たぜー。やったやった、綺麗なシーバス。まあ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 、ええんちゃう一発目から。シーバスちゃん、ダウ水とのレンジの差がまずある。だからちょっと深いところを入らなあかんっていうのでミノーのでっかいやつにしたけど、そのベイトのサイズ感、シーバスのサイズ感がちょっとちゃうと思ったからダウズビドーに変えて、じゃあもうすぐに反応が出始めてる。絞り込んでるよ。こんなもん橋脚全部打ったら何本釣れんねん。東京湾もすごいけど、おお、チェイス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 。あ、追ってきた魚を食わす。あ、追ってきた魚を食わす。ついについにやる時が来た。おお、後ろについとる後ろについとる。おお、いっぱい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 いるいっぱいいる。いるいっぱいいる、あ、いっぱいいる。おお、来た来た、八の字できたぜ。おっしゃ、来たぜ来たぜ。おい、微動で八の字。おらー、おっしゃおもろい、めっちゃおもろい、これはおもろい。シーバスじゃん。きれいきれい、いっぱいおった。このぐらいのサイズがいっぱいおった。最近の釣り人は知らないけど、この八の字ね、シーバスの釣りとして定番の釣り、昔から。それが最近こうバスでもやるようになった。おら来た、おら来たぜ。もうシーバスの八の字は定番。よいしょー、ねえ、シーバス爆釣。大昔大阪湾の川の船の横で八の字してたことを思い出すわ。シーバス釣るとき、おーしゃ、来た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 、連発連発、おーイエイイエイイエイ、ボコってる、微動さんボコってる。これはちょっと可愛いサイズ。くーねー、ルアーが合っちゃってる時の感じや。合っちゃってる時の感じや。どうせなら八の字で釣りたい欲。
だからチェイスしてきて食わないやつをパンパンってジャークして。お、来た。よっしゃ来た。オーケー。来ちゃってる来ちゃってる。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。祭りです。完全に祭りです。シーバスフィーバー。オーケー。おった。おっとっとっとった。オーケー。おった。おっとっとっとった。シーバス祭り。シーバス祭り。よっしゃー。オーケー。ヘイ。なんか鳥取んでた。取り取ってました。ヘイ。おもろい。ダウズビドウも飲み物です。おお当たった。オーケー。でか。おお当たった。オーケー。でか。でか、うわっ、これでかいぞ、これめちゃくちゃ引くんや、なんやこれ、なにこれ、うわでか、おあ、よいしょ、よいしょ、おい、背中に口があるんですか。おお、ペンチ落ちた、最悪や。うわ、あのペンチめっちゃイケてんのに最悪。まあ爆鳥には必ず犠牲が伴う。この間事件が起きるんだ。事件多いですね。おかちんって知ってる？あのドレンコックを抜かずにお金を置いてた雨が降ると、はい、あ、船の中に水が溜まるやん。はいはい、もう水がめみたいになりますから。凍りました。はあ、中にばっか置いててさ、はいはいはい、溜まりができててさ、うーわ、こんな配線とかな、うわ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 。おかちんは気をつけた方がいいよ。ドレンコックは抜いてから置いておきましょう。だいたいみんな抜いてますよ。選手交代、選手交代の時間です。あまりにも楽しい、えらいこっちゃ。これは選手交代、世界的怪魚ハンター楠本直樹氏によるシーバスフィッシング、本職フィッシャーマンのテクニックを。あの問題はハンドルが逆でよったっけ。なんとかなります。ハンドルぐらいなんとかなります。この背中から漂ってるこの釣っちゃう感、釣っちゃう感が漂ってる。おー、オーケー。オールラウンドフィッシングの部門で日本でトップ5以内には必ず入ってくるというこの楠本直樹氏による実況シーン、レアだ。国内問わず世界中でも鍛え上げられたこのフィッシングセンス。来た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 、おーイエイ、おーイエイ、でかい人なってもだ、でかい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 、でかい来た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 、おお、今日一番でかいんちゃいます、これ。今日一来てもだ、これ今日一来たんちゃう。ノーマルフックのままやな。ノーマルフック12ポンド、完全バスタックル、セルフなんだよこれ、セルフランディングシステム。おお、でっか、うわ、めっちゃでかい、めっちゃでかい、うわ、でっか、うわ、でっか、でっか、でっか、すげー、きたー、これ、全部、針外れてんねん、これ。きたー、はいはい、おー、いい、いい、しーます、はい、ちょっとこれ今徳島暑いっすね、これ。いや、これやばいっすね、これ。なんだ？餌だ。これや。
サバや。これ食うんやったら淡水食うでしょ。イワシ王ってこれが来てんねや。だからこれがメインベイトじゃなくて、これはどっちかっていうとフィッシュイーター側ですね、捕食者側ですね。来た来た。おわっち、おわっち、これもいいぜ。おお、 A サイズや、これ A サイズや。おお、 OK OK。おいしい。これめちゃくちゃ釣れるやん、これなんなんこれ。オーケーオーケー、来た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 、オーケー。もういくらでも釣れる感じになってきましたね。ダウズミドーは飲み物です、おつまみ、おつまみですすごいわすごいわ。おー